かし。いいでしょうか。いいですか。はい。そういう感じの演奏ということで、ジャズストリートなので、まあ、ジャズをやりましょうということで、どちらかというと古いクラシックジャズを今日はさせていただこうと思ってやってまいりました。一つ目の曲は、リンゴの木の下でと、それから私の青空を続けて、やらさせていただきました。ありがとうございました。続いてまた古いジャズをさせていただきます。いいでしょうか。はい。
ぞ。これも、自分で作って、こんな格好にしてるって非常に面白い、まあ、打楽器ですよ ね、 そうですね、リズム楽器、あとなんかいろんなものついてるのが非常に面白いんですけど、でこれ100均あ、これ100均高いのがどれ、あ、しまであとまあ、ちょっと、変わった組み合わせとしてこうバンジョーが入ってるとか、それからトランペットが入ってるとか、まあ、そういうなんで少し我々の、特徴を出そうとしているところでございます、あ、ごめん僕そんな喋ってられへんね、ギター変えなあかんね、あ、そうかそうか、そうか、失礼しました、ちょっと楽器を変えさせてもらいます、はい、そうですね、どうしましょうかね、はい、じゃあ長屋からもう自己紹介しててもらいましょうか、小刻み、お暑い中お集まりいただきましてありがとうございます、池田、そして川西、宝塚、あと北鉄、同じ北鉄なんですけどやってまいりました、初めての参加です、よろしくお願いします、長澤と申します、どうですかね、もう1分ぐらいもう OK ですかね、はい、はい、じゃあ、はい、それですね、
1時にね、高崎ジャズフェスの方に出させていただきまして、そこはね、ちょっとファミリー層がすごい多くて、ほとんどあの私たちがやる曲を知らない状態で聴いていただきました。バーベキュー組やったね。バーベキューをすごいされててね、はい。匂いだけいただいてきましたね。はい。ですけども、今日本当にお天気でね、本当に良かったですね。もう雨女から天気だけが心配、ね、私が割と天気女ですごい雨女なんですけど、台風をどっちが勝つかっていう、かつて今日は私がそうね、私がね、負けてる、ね、そうね、でちょっとね、穏やかなこの空気の流れでちょっとあの曲としてはあの女の何でしたっけ、あ、恨み節的な曲なんですけれども、ちょっと
男に捨てられた女の恨み節を歌わせていただきますプライミアリーは私を捨てたわねっていう歌詞の内容だそうです実体験に基づくなんてやね
もなんか同じような内容じゃないようなんですけども日本日本ではのエリチームさんが歌われて発表した曲です。この曲を歌わせていただきます。ギターと先ほどバンジョー、それからこのカズーというまた自在な楽器があるんですけど、これを担当しております。よろしくお願いします。小林です。次は隊長、楽しみたいというバンド名なので隊長なんですか、ね、一応隊長と呼ばせていただいてますけれども、ただただ後半の人生を楽しみたいな、音楽で楽しみたいなということで単純に楽しみたいという名前につけました。それでたまたま今ちょっと持ってますけれども、これリンバージャックって言いまして、一応楽器なんですね、打楽器なんですね。それでちょっと叩いてみたいという方お渡ししますので、こうして遊んでいただけましたら次ちょっとリズミカルな曲になりますので、はい、隣の椅子でチャカチャカやっていただいたら、こちらで、これを、はい、こうね、こういう風にもこうやって
ただいたらいいんですか。そう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 。もし結構遊んでくれてもいいですけど。あの、私が終わりましたので、陽子ちゃん、自己紹介、はい。宝塚から参りました神崎と申します。よろしくお願いします。伊丹の方から参りました山下と申します。高槻ジャズの方はねたまに見に行ってたんですけど、とんだも初めてで、ちょっとなんかね駅の近くで皆さん来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ。それでは次の曲は古い、ラグタイムブルースという、まあ、ジャンルになるんだと思うんですけども、ジェシー・フラーという方が作られたサンフランシスコ・ベイ・ブルースをさせていただきます。ワン・ツー・スリー・フォー。Stop.
ということで、大丈夫でしょうか。いよいよ我々最後の、曲でございます。この曲は実はオリジナルソングといいますか、作詞を、隊長ひろみ隊長がしまして、それから作曲を、山下キーボードプレイヤーが、しまして、合作 の、 オリジナルソングになっております。割と何と言いますか、昔の思い出を、なんか列車の旅みたいな感じで詞を作られて、それで、明るい曲をつけてみたということで、メンバーみんな大好きで、いつも最後にこの曲をさせていただくと、そういう手はずになってございまして、どうぞ。いただけました。はい、どうぞ。はい、どうぞ、どうぞ。暑い中聞いていただきました。ありがとうございました。最後の曲が、あなたにありがとうという曲になります。手拍子いただけましたら、ありがたいです。Thank you.
した。ありがとうございました。楽しみたいでした。ありがとうございました。本当に暑いところ、長い間聞いてくれました。ありがとうございました。